こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、人気の箱根駅伝グッズ転売、儲かる商品を大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。えー、この動画では、箱根駅伝のグッズですね。意外にですね、売れてましたよね。ぜひね、まあ、箱根駅伝グッズ持ってる方は、ぜひあのー、ね、あのー、売れる商品結構ありますので、ぜひね、参考にね、していただければいいかと思います。はい。ではね、紹介させていただきます。 はいで。こちらですね。キーワードにですね、駅伝と入れていただければいいかと思います。結構あるんですよね。そうしますと、こういった風に。はい。で、これはですね、ちょっとキーワードは大きいので、まあ、もう少しね、なんかこう、ニッチなね、商品というかね、ぜひね、まあ、ここからなんですけど、これ、こういうの持ってたら、まあ、高く売れるっていうね、商品ね、ぜひね、紹介させていただきます。はい。え、まずなんですけど、まあ、これ東海大学の、 優勝宿泊記念品ですね。で、これ4000で売れてるんですよね。で、これもらえる方って、多分タダで、まあ、あの、メンバーの方がわかんないですけど、これ売れるんですよ。はい。なので、こういったね、まあ、大学の優勝記念とか、持ってる方ね、ぜひね、あの、売れますので、これ。ぜひね、出品していただければ、ね、いいかと思うんですよね。はい。あとはですね、ちょっとマニアックになってくるんですが、旗ですね。はい。で、これ、 人気ある大学ですね。例えばですね、こう明治大学とかって1100円なんですよ。で、この方ですね、こう中古なんですよね、これ。中古になんですね、これ。目立った傷横に、でも1100円で売るんですよね。なので、こういった旗とかでもね、まあ新品でもいいですし、人気大学の旗をね、持ってる方でしたら、中古でもね、売れるんですよね、高く。ぜひね、まあ自宅にある方は売っていただければね、お金になりますので、ぜひね、 売っていただければいいかと思います。はい。で、定期画なので、200円ぐらいで送れると思うんですよ。高くても。200、300円までいかないですね。はい。まあ、ぜひね、持ってる方、売っていた,だいただければいいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼンします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、ゼラン転売コミュニティね、始まりました。 ま、興味ある方ね、ぜひあの、メッセージいただければね、ぜひあの、紹介させていただきます。よろしくお願いします。それと、え、質問なんですが、YouTube からの質問ですね、一切受け付けてません。LINE アッ登録後にね、ぜひよろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。